でも福島市全部、まあ、もう全部農家さんは、出荷前に、検体を必ず提出ということで、検体を出して、そのあれで出たデータを見て、出荷していくような今体制にはなっています。最初やっぱり震災当時はやっぱ大丈夫なんですかとか、あといろいろそういう心配なお便りみたいなのはいただいたんですけど、あとやっぱりどうしても小さいお子さんですよね。自分も小さい子供3人いるんですけど、やっぱそういうご家庭にはやっぱり送りづらいっていうことで、おじいちゃんおばあちゃんが孫のためにっていう人も前はいたんですけど、やっぱり震災後はやっぱどうしてもちょっと控えたいという人がやっぱりいました、ね、ただやっぱり震災2年目になってくると、やっぱり検査体制が整ってきている部分もあるので、逆に福島県の農産物はしっかり検査してるよ。逆に近県の人たちの方が、なんか検査どうなってるのかわからないから、あえてちょっと、控えたいっていうお客さんもいて、もう去年もそうですけど、福島の検査体制整ってるから、安全だと思ってるから買いますっていうお客さんが、いましたね。もう福島といえばもう暁っていうぐらいにこう全国的にも有名な名前なんですけど、やっぱり肉質が結構しっかりめなので、まあ、うちらで言うと白鳳とかそういう桃と違ってこう柔くなりにくいというか、で 甘さもやっぱり暁はすごい高くて、すごい美味しいっていうことで、まあこの品種の他にも丸岡もあり、川中島もありで、全体的にやっぱり福島っていうと名産っていうか、桃の産地なんだっていうことで、まあ、暁は前面に出てますね。検体出して出なければ、それは安全っていうことで出てますけども、やっぱ福島のものは、やっぱり農業国で、すごいこう、全国的に見ても農産物で有名なのがいっぱいある地域なので、やっぱりできればだったらこう今まで通り、買っていただいて食べてもらえればなと思うんですけども、こう、ね、そういうなるためにもうちら生産者もやっぱり今以上に、美味しいものを、生産していこうかなと、頑張っていきたいなと思います。